サンビシンラファイロ・サンティー、え、1504から1505年頃コンデ美術館所蔵カリスは、ギリシア神話に登場する、ビト・ユーガを司る、女神たち。複数型は、カリテス。カリスは通常は、ゼウスと、オーケアノスの娘、エウリの名の娘たちとされるが、母親は、ヘーラーとする説も多い。また、 ヘイリオスとヘスペリスたちの人柱アイグレーの娘たち、あるいはディオニューソスとアプロディーテイの娘たちとする説もある。ローマ神話にも取り入れられ、グラティアと呼ばれた。英語読みグレースでも知られる。カリスたちは美や、ビア・愛イ・優雅といった、美しい若い娘の姿であるとされる。オリュムポス山の山頂に住み、神々の縁では、アポローンのごとや、 ムーサたちの歌声と共に演舞した。神々や人々に肉体的な美しさを表して喜ばせるだけでなく、精神的な部分においても優美を与えたと言われるため、美術だけでなく、技術を志す人々にも信仰された。本来は春の芽生えの活力を表した神であったと考えられている。愛と美の女神となってからはアプロディーテイの従者とされるようになり、 またその娘とする説も生まれた。もともと人数は不定であったらしい。ヘイシオドスの浸透記によれば、美しき水の女神、エウルの名の娘たちとして、アグライアー、エウプロシュネー、タレアノミハシラの名が挙げられており、一般的にはこの三微神がよく知られているが、他の女子誌では、パーシュター、カレー、アウクソーと、ヘイゲモネー、クレーターとパエンナー、 カリスなどの名が挙げられている。また、ペイトウもカリスの一柱と言われることがある。パーシテアーは、ホメーロスのイーリアスに登場することでよく知られており、パーシテアー、カレー、エウプロシュネーの三柱を、ノンノスのディオニュソスタンでは、パーシテアー、ペイトウ、アグライアーの三柱をカリスたちとする説もある。また、アテー内では、アウクソウとヘーゲモネーの二柱以外にペイトウも、 加えた三柱を、ラコーニア地方では、クレーターとパイナーの二柱をカリスたちとしていた。後に、ラコーニア地方のスパルタでは、アグライアー、エウプロシュネー、クレーターの三柱を指すようになった。またヘーパイストスの妻を、カリスの一柱とする説があり、一般的にはこれは、アグライアーであるとされるが、ホメーロスによれば、単にカリスという名であるとされており、 カレーを指す場合とがある。明らかとなっているカリスたちは、可表参照。最後の5人には古代ギリシアの壺絵に描かれたカリスの、な。プリマベーラ細部、サンドロボッティチェッリ、え、1482から1485年頃ウフィチ美術館所蔵兵士オードス、907から909、アポロドーロス、一巻3.1、ヒュギーヌス、序文、 アンティマコス、イーリアス14巻。タカツハルシゲ、キリシアローマシンは時点 P100 ビット。ロバート・グレーブス、キリシアシンは。パウサニアス、9巻35.2。パウサニアス、3巻18.6。9巻35.1。イーリアス18巻。パウサニアス、9巻35.1。ヘイシオドス、945から946。 イーリアス18巻ロバート・グレーブスキリシア神話ありがとうございます